瞑想は大切かということを説明してみたいと思いますけれども、まずその瞑想とは何かということを知らねばなりません。で、瞑想が何であるかわからなければ瞑想ができないということですから。だから瞑想とは一体何を意味するんだろうかと、何なんだろうかと、その瞑想が何であるかわからなければ皆さん方は瞑想していらっしゃいません。ただ目をつぶって眠ることじゃないんです。何も意識しないことでもないんです。無意識の状態でもなく空の状態でもないんですね。で、どういう状態が瞑想なのかということ。ただ座って時間を費やして座っておれば、リラックスしてただ座っておればいいという。あるいは眠った状態が瞑想だと思ったり。あるいはその座っている間に光を見たり。あるいはいろいろな様々な景色を浮かんだり、そういうものを無理やりに作って透視することなのか、泥視することなのか、本当の瞑想というものは何なんだろうかということをお考えになったことありますか？瞑想とは何ですか？もう皆さん方長い間瞑想なさってきましたけれども、瞑想とは何でしょうか？瞑想やっておられますね。何ですか瞑想とは？そうですね、神との一体感ですね。神との一体感だということは、我々は今テイガという肉が、その私たちの心というものが低次元である表現の世界に留め置かれています。その外側に向いている心を内側に向ける訓練なんですね。で、あなた方はこの表面意識というもので生きている限りは、皆さん方は表面外側を意識しているということは、外側の心、すなわち表面意識というものは定画なんです。自我なんです。で、外の心、外を、心が外にある限りは皆さん方は定画であり、自我であり、偽物です。その外を心している意識状態を内なる自己に向ける。向けるだけじゃ済まさないんです。そのものになりきる。すなわち肉の自分というものが完全に、この五感の感覚というものの感覚すべてが入視、視界がなくなって、そして真の自己、真我が霊であり生命であると、その大霊そのものになりきり、大生命そのものになりきることですね。で、皆さん方がそこに統一、その神に一心を集中しているときに、何かあなたのことにその三次元的な雑念、概念があるとすると、あなたはまだそこに至っておりません。まだ外側の意識です。表面意識です。この世のことをいろいろ、今日の晩飯は何だろうか。金を借りにどこに行くんだろうかとか。あの人が何と言い合ったとか。ような、物事をこう、この世的なものをあなたの心、にあるならば、皆さん方は表面意識です。あなたが完全にそういうこの世のものから、俗世から完全解放、これを完全沈黙と言います。もうこの世のものを感じもしない、見えもしない、一切の視界が無視界の状態になって、姿形が目の前から消え失せて、自分の肉体も消え失せて、そして普遍的霊そのもの、宇宙霊そのもの、宇宙即我、もうそこには何も感じない、大霊のみを感じている。大霊そのものになりきっている。あるいは大生命そのものになりきっている。それを真我との一体感、神との一体感、すなわち宇宙意識、普遍意識、神意識、霊意識、これが真我意識なんですね。本来のあなた方なんです。私たち人間には大きい自分と小さい自分があるんですね。で、本物の自分というものは大きい自分です。これを大いなる自己、大我と申しまして、もうこれは宇宙そのものなんです。真の自己というのは。我々のその生命は宇宙生命ですから、大霊ですから宇宙そのものなんです。真の自己というものは、内在の自己というのは。で、私たちは見ている自分と見られている自分があるんですね。その見ている自分というのは、霊の自己、すなわち実在の自分、真我です。して見られているって